天然痘のムラージュ・ムラージュは、傷病の記録や医療教育に使用された模型などの故障。フランス語で、型取り、成型を意味する単語を語源とし、一説では16世紀のルネサンス期に作成された、老人形がその起源の一つともされる。かつては、石膏で取った幹部の方に老を流し込んで作成したものに色付けをして仕上げられた。欧米では19世紀に多くが作成され、 日本でも、明治の終わり頃から昭和30年代まで数多くが、作られ、皮膚科の教育に役立った。しかし、カラー写真をはじめとする記録技術の向上によって、一旦はその役目を終えた。しかし、この技術は、マダムタッソーの老人形館、日本のレストランの前に飾る、老細工物などに活かされている。ブラージュを施したダミー人形で訓練する、衛生兵現在では、 災害医療の訓練などで使用される外傷などを模造したダミー人形や患者役の体に特殊メイクで模造された外傷、血液なども掃除て、ムラージュと呼び、トリアーチの訓練などに用いられる。素材はローに代わって、ゴムやラテックスなどが使用されている。また、かつて使われた医療用ムラージュは、医学の歴史の重要な記録の一つとして、博物館などに遺憾。 収蔵されるケースも多い。収集されている最大のコレクションは、パリの三類病院にある。ドイツのドレスデンにある衛星博物館にも展示してある。老生の模型の歴史は古いが、老生の解剖学的標本を作ったのはズンモと言われる。彼はナポリの職人であったが、フローレンス、パリと移動、ルイ14世から解剖模型の独占権を得た。その後、 何人かの作者が出たが、4000体以上の世界最大のコレクションを有する三類病院のジュール・バレッタが特に傑出している。彼は2000以上の作品を作り、レジオンドヌール勲章のシュバリエ十字章を受賞した。彼は病院の屋根裏部屋に患者を入れ、病変の型を取ったが、我慢してもらうために、真心のこもった会話、時にはピアノを弾き、歌を歌ったと言われる。彼は、 自分の発明した釉薬を用いて、老を何層も重ねたので、人々は透き通った皮膚のもとに病変を見たと本当に信じたという。三類病院の大きな博物館の集会場の周りの1階、2階にコレクションが並べてある。この病院では1958年までムラージュは作られた。ヨーロッパの各地の皮膚科、日本の医科大学の皮膚科でも戦前において、 ムラージュは作られている。日本にムラージュの技術を伝えたのは東京大学初代皮膚科教授と喜びグラである。彼が留学していたカボジの紹介でヘニングから製法を教わって1898年、貴重した。彼は伊藤優に技法を教授し、彼はまた努力して独特の製法を作り出したという。彼は1910年のロンドンにおける 日英博覧会で名誉大賞を終え、その後ドレスデンでの万国衛星博覧会にも出品した。1910年には販売もしているが、広告によると1個18円とある。その後、後継者、長谷川兼太郎や町田真嗣、他の制作者が出た。全国の医科大学皮膚科で広く教育に使われたし、一部は満州でも使われた。しかしカラーフィルムの普及に伴い、 制作されなくなった。多数保存している大学は、北海道大学千葉大学、東京大学、熊本大学、札幌医大、京都府立大学、慶応義塾大学、東京女子医大、昭和大学村ラの質の劣化が心配されている。その他ハンセン病療養所などにもあった。ありがとうございます。